絶対に笑ってはいけない坊主めくりー、よっしゃー。どうもシナメット、はい、どうぞ。ロスドモッチです。皆さん、坊主めくりというものはご存知でしょうか？はい、知ってます。はい、さっき知りましたよね。いや、私もともと知ってましたよ。なんか学童とかで、うん、坊主めくりがあって、もうイエーって言いながらやってましたね。本当かよ。マジマジ、これマジ。学童めっちゃやるよ。まあでも坊主めくりってめちゃくちゃ面白いんですよ。はいはいはい。まあ、簡単にね、ルール説明しますと、まあ、100人一首をね、使うんですけれども、この絵が描いてある方を使うゲームなんですけど、100人一首って、姫、殿、坊主の3種類がいるんですよ。まあ、これを全部こう山札に重ねまして、順番に引いていきます。で、まあ、殿が出たら普通に自分の手札に加える。坊主を引いてしまった場合、今まで貯めてきたカードを全部場に戻さなければいけないというルールで、姫を引いた人が場に戻ってしまっているカードを総取りできて、山札がなくなった時に一番カードを持っていたやつが勝ちというゲームでございます。はい、でもこのゲームにおける坊主という存在はもう非常にうざい、そして面白いんですよ。なるほど、ね、なるほど。坊主を引いた瞬間もう大爆笑が起きてしまう可能性があるんですよ。わかんないですか？いや、その俺やったことはないから。本当に？ただやっても面白いんですけれども、うざい坊主に加工を施してより面白くしようと、まあ、それぞれが来週までに自分に配られた坊主のカードに面白加工をしてくると、はい、それをまあ混ぜ込みまして坊主めくりをして、まあ、笑ったやつが坊主と。いい。ちょっと待って。いや、それは譲れん。それは譲れん。危ない。危ないわ。最初はグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。悔しい。きたー、若連欲しい。レアカード。セミ丸だ。あ、セミ丸。セミ丸めっちゃ羨ましい。え、てかセミ丸ってさ、なんかとんでもない威力払ってなかった。なんかセミ丸が出たらゲーム終了みたいな。本当にあるだよね。そういえばさ、赤坊主は？赤坊主。え、まあ、こいつこいつこいつらこいつらはあれ、自分が出演した人のやつを全部もらえるって。しない。というわけで今回は絶対に笑ってはいけない坊主めくりやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい。さあ、作ってきました、それぞれ。はい、はい、もうここで混ぜ込んでありますので、はい、続けていきましょう。はい、はい、それでは笑ってはいけない坊主めくり、よーい、スタート。あら、なんか笑ったら何かありますか？ガチガチビンタです。ガチいきます。あれ、殿はいいんだっけ？うん、おー、姫ですね。殿、殿ですね。ポンポンテンポよく行きます。いていていて、そうだね。お前な、足がひれんだ。いきます。色だっけ？イエス、色畳。色畳。せっせっせ、殿のせっせっせ、せっせっせ。はい、レベル高っ。そんなことしてないんだけど、パパってやっちゃったよね。おー、姫、怒られるじゃん。あ、そっかそっか。姫、もう一枚。殿、姫、姫、おい、俺じゃねえかよ。ダメなやつじゃねえかよ。え、俺乗せ欲しいんだけど。俺が守る、殿。待って、クオリティ高すぎるんですけれど、きっくり首です。いきます。はい。あー、普通に稼いでいくスタイルね。鏡を見て泣いてますね。いきまーす。どうぞ。あ、姫。姫。あ、姫。すげーなー。あー、マジかよ。いいなー。すげーなー、ほんとによ。坊主引けよ、早く。歩き。どうぞ。え？ん？え、これ何、これ、殿かと。殿ですね、のくだりが一番おもろかったんで。すげえ、すごい、
すごいぞこれは。デスブス。え？もうダメじゃないこれ。え、すごい。アウトです。アウトー。よし。え、これすごくね？トノシカで。え？おお。何これ誰？誰これ？顔長。誰これ？セミマル？僕ですね。小学生の頃の？あ、これ高校の僕です。めっちゃ顔長とか言っちゃったよ。丸メガネだったの。高2の僕ですね。丸メガネ借りた時の僕ですね。あ、でもかっこいいかもしんない。さらっと坊主出しちゃったから取られたってね。ほんとじゃん。おやばいやばいやばい。チャンスチャンスチャンス。盛り上がる場面。はい、笑いました彼は。正金正金か、これ正金や。ずるい、お前ら。お前らパソコンずるいぞ。ずるいな。行って。よし、俺が全部もらってってやれ。これをかっさらって俺を勝ちだ。おい、友じゃねえ。友最後面白い。友あ、出ないね。うん、なこれ。これは滑り台して遊んでますね。両前方士の首と肩と腰をすべて使って滑り台をして遊んでいます。ママでかいよ。おお。うん？なにこれ？なんだこれ？青鬼坊主。ターナー。ターナー。やばい。ターナー。どうの？ターナー。やばいの。ん？なんか勘違いブス。うふ。だなー。だなー。ん？懲役200年。めっちゃゴリゴリの拷問受けてるね。まあ、これ坊主ですね。縄縛り。あー、取られちゃった。ちなみに僕今三滑りしてます。あ、こいつはまさかあの伝説の赤坊主とやらか。ローランド。ローランドさんだ。え、俺が接客すればカニも前向きに歩く。なるほどね。なるほどね。姫。おー、まだワンちゃんいるから姫。イエーイ。マジか姫。これは乗せ負けよ。